はい、こんにちは。アメリカ大統領選挙の年ということで、日本記者クラブは変わるアメリカ変わらないアメリカという、シリーズで企画というか続けております。今日はその3回目でして、お招きしたのは上秀明さんです。ご覧のように若いというか31歳ですかね。31歳の、はい、新進気鋭の、研究者でありまして、東京大学で勉強してですね、その後アメリカの、に留学して、オハイオ州立大学で、博士号を取られて、この今年の1月に帰国されたばかりです。アメリカとキューバの関係をテーマに、博士論文を書かれたというふうに聞いてます。で、4月からは神奈川大学で、教えられるということで、割と短い期間でですね、ポンポンポンと成果を上げられたような印象を私は持ちまして、今日はそのお話を聞くのを楽しみにしております。で、アメリカの大統領選挙の中でも今日のテーマはヒスパニック・ラティーノということで、今週あったフロリダの予備選では共和党のマルコ・ルビオさんが負けて撤退しましたけども、そういったことを中心に、ヒスパニックとアメリカの政治といったところで話をしていただきます。大体50分60分ぐらい話をしてもらって、その後は質疑応答の時間にやってたいと思います。私は司会をしますクラブの専務理事の中井です。ということで、じゃああとはよろしくお願いします。ありがとうございました。ご紹介預かりました上秀明と申します。本日このような機会くださりまして誠にありがとうございました。私記者クラブで話すのは初めてですし、それどころかその日本でですね、日本語で話すというのは約5年ぶりぐらいになります。最後にですね、報告させていただいたところ、日本アメリカ学会というところなんですが、そこで私がたまたま使っていたのがですね、ヒスパニック・ラティーノ社会、で、とりわけ注目していたのが当時フロリダ州の上院議員となったばかりのマルコ・ルビオという人でした。で、まさかですね、こう日本に帰ってきて、最初にこういう機会を与えられて話すことが、その話の続きになるということは、思っておりませんで、奇遇だなというふうに思っております。私の専門はですね、アメリカ政治外交史、ということになるんですが、一番得意とするのは、今ご紹介ありましたように、米キューバ関係の歴史です。なぜアメリカが、合衆国が、キューバ、とですね、半世紀にわたって対立することになったのか、なぜ今まで関係が改善されなかったのかですね、こういったことについて研究させていただいてました。ただその話をですね、考えていくと、どうしてもフロリダ州マイアミに多く住んでいるそのキューバ系アメリカ人ですね、こういった集団を考えなくてはいけない。で、その延長でヒスパニック・ラティーノ社会ですね、これを考えようとしてですね、研究を続けてきたというふうに申し上げておきたいと思います。で、今回のテーマがですね、変わるアメリカ変わらないアメリカということでして、今回はですね、米キューバ関係もオバマ大統領がですね、ついにキューバに訪問するということが近づいてきて、面白いところなんですけども、ヒスパニック・ラティーノの社会のことについてやっぱり話してみたいというふうに思います。話の前半ですね、移民国家としてのアメリカを考えてみたいと思います。少し歴史的背景を取り上げてみますが、当然その移民の受け入れが進んできた中で出てきたですね、ネイティビズム、日本語では排外主義と訳されます。この現象に注目します。このあたりですね、もうすでにご存知の方多いかと思いますが、話の後半と関わってきますので、少しご辛抱いただきたく存じます。
話の後半ではですね、本題に入りまして、ヒスパニック・ラティーノと呼ばれた、人々ですね、彼らに焦点を当てます。彼らの存在が増していく中で、我々が知っているアメリカの社会、アメリカの政治ですね、こういったものがどうやって変わっていくのか、これについて考えたいと思います。そしてこの話の延長でですね、2016年大統領選挙について、今までとは少し違った見方をしてみたいなというふうに考えています。昨今の報道ではですね、トランプ現象というのが取り上げられていまして、この研究会でもポピュリズム、あるいは反知性主義、こういった角度からですね、議論があったかと思います。で、私もですね、YouTube 見させていただいたんですが、トランプ現象に関してはですね、鋭く分析されていらっしゃったかと思います。で、あまりそれについてですね、どうのこうのっていうことを私の方から申し上げることはないんですが、少し見方ちょっと変えてみようかなというふうに思います。トランプがなぜここまで強いのかという問題ですね。それはですね、トランプと対峙してきた共和党主流派がなぜここまで弱いのか、これを見ていくことも大事なのではないかなというふうに思いました。で、その関係でですね、トランプもそうなんですが、共和党主流派との関係ですね、で、その共和党がどのようにですね、このヒスパニック・ラティーノ社会へのアウトリーチ、働きかけと訳しますが、そういったものをしてきたのか、あるいはですね、主流派のホープ、と言われましたが、このマルコ・ルビオをですね、取り上げていきたいと思います。で、少なくともですね、なぜ主流派の期待がこのキューバ系の政治家に集まったのか、そしてですね、ヒスパニック初と言ってもいいでしょう、有力な大統領候補を出てきたわけですが、それがなぜ民主党からではなくて共和党から出てきたのかですね、そして、そのルビオがトランプに勝てなかったこと、これが何を意味するのか、こういったことだけでもですね、いただいたお時間の中で私なりにお伝えすることができればというふうに考えております。それではですね、まずアメリカが持っているその移民国家という自己認識について考えたいと思います。移民という言葉がですね、アメリカとは何かを考える上で非常に重要なテーマであったことは間違いないでしょう。しばしば言及されることですが、歴史的にアメリカにはですね、多くの移動する人々が入ってきて、先住民を除く多くの人々が、あるいはそうした人々を祖先にする人たちが、その多くを占めていたと、社会を作ってきた、そういう国であったと言われています。で、私たちとしてもですね、自由の女神のようなですね、こう移民国家アメリカを想起させるような、イメージを抱く、ことが多いかと。ただしですね、少し視点をずらして考えると、国家の構成員のほとんどが移民である、という点で言えばですね、南アメリカのほとんどの国、実はそうですね、キューバあるいはアルゼンチンですね、こういった国々では先住民ほとんどいませんから、絶滅してしまったようなところですから、そういう意味ではそのアメリカ合衆国よりも移民国家であったというふうに言っても過言ではないと思います。またですね、アメリカでも移民排斥の問題がありました。アメリカの歴史にはですね、移民の受け入れ、についてですね、その国籍だとか、あるいは人種を理由にですね、彼らを受け入れない、こういった事例多くあります。例えばですね、1924年、非常に重要な移民法を、通過していますが、これ以降ですね、それまで大量に入ってきた移民が、なかなか入ってこれなくなる、移民の規制排斥がいよいよ本格化していく、こういう時代もあったと思います。で、移民に対して門戸を閉ざすことがあったとすればですね、その国本当に移民国家だったのか、このように問い直すこともできるのではないかと。したがってですね、ここで有名な歴史学者であるオスカー・ハンドリンを取り上げたいと思います。彼の著作でですね、非常に有名な作品なんですが、根こそぎにされた人々 The Uprooted というのがあるんですね。この本、1951年に出版されて、翌年にピリッツァー賞を獲得したものです。で、現在の移民史の研究者の間では、この本の登場をもって、移民史、イミグレーションヒストリーという、新しいジャンルが開拓された、そういうふうにも言われております。そして、彼の本はですね、当時移民法を改正をすべきではないかという議論があったんですが、そういった議論にも強い影響を与えた、このように言われております。
で、この本の特徴としてですね、重要なのが、移民をいわゆる近代化の犠牲者として描く点でした。ハンドリンによればですね、移民というのは急激な社会経済の変化によって故郷で生活できなくなった人々が、入ってくる、そういったものである。で、彼らは持てるものをすべて失い、自分ではどうしようもできない力によって土着の社会から根こそぎにされた人々なのであると。で、彼によるとですね、こうして孤独となった人々が一人また一人とアメリカに入ってきて、新しい文化、新しい生活、新しい環境に馴染もうとしてもなかなかそれがうまくいかない。で、逆にですね、古い文化、古い生活習慣、古い信仰とかを持ち込もうとするんですが、それもやはりアメリカという新しい社会においてはそのままの形で維持することができない。つまりですね、ハンドリンによればこの移住というのは悲劇だったわけですね。ただこの副題がすごいんですね。この副題ご覧ください。 The Epic Story of the Great Migrations That Made American People、これ簡単に訳しますと、アメリカ人民を作った偉大なる移住の荘厳たる物語、こういった感じになるでしょうか。非常にもったいぶった内容ですね。ここにはですね、ハンドリンの強いメッセージ込められているかと思います。彼によりますと、アメリカを作ったのは他でもないこうした悲劇の移民たちであるというわけです。移民たちというのは苦難に耐えて自分たちの成功なかったとしてもですね、なんとか子孫だけは残してきたと。そしてこの子孫が今の我々アメリカ人民であるアメリカンピープルである。だとすれば、アメリカンピープル、こうして出てきたわけであるから、アメリカという国は移民国家である、こうしてですね、ハンドリンは我々アメリカンピープル、アメリカ人民は移民によって誕生した、こういうイメージをですね、非常に強く印象づけたというふうに言えるでしょう。それではなぜこれが人気を博したのか、受け入れられたのか、当時のアメリカ、1950年代のアメリカについて少し振り返っていただきたいかと思います。先ほど申し上げましたが、1924年の移民法の制定以来ですね、アメリカへの移民実は大幅に減っていた。全米人口に占める外国生まれの割合は史上最小で、わずか 5% に満たないんですね。ですから、この移民国家というイメージはですね、ある種のノスタルジア、過去への郷愁を伴っていたかと思います。つまり消えかかっているからこそ美化されていく、そういう記憶だったわけですね。それから当時のアメリカの豊かさがあります。第二次世界大戦に勝利した後、アメリカは富裕な社会を築いていく。アメリカ人の間の社会格差も比較的その縮小していく傾向にありました。その中でですね、移民の子孫たち、ある程度社会上昇を果たしていくわけですが、アメリカ人たちはアメリカが豊かさを享受するようになった理由を過去の歴史に求めることもできたわけです。また公民権運動を盛り上がり見せますように、少しずつですが人種、国籍、それに基づく差別への反対の声も出てきた。1924年移民法があからさまな人種、国籍に基づく差別、これがあったわけですから、当然これも改正されるべきではないか、という議論も出てくるわけです。それから冷戦という状況もあったでしょう。アメリカ、ソ連のような共産主義国家はですね、抑圧的かつ閉鎖的な社会と攻撃していたわけですから、その裏返しとして、自分たちの社会は民主的あるいは開放的な社会であると、そう世界に訴えるわけです。だとすれば当然ですね、移民の受け入れについても見直しが必要となる。移民を受け入れるアメリカこそが豊かで美しくそして強い社会であると、このような自己認識が重なることによってですね、ハンドリンの議論を受け入れる下地が当時のアメリカにはできていたのではないかと。こうしてですね、1965年にですね、新しい移民法ができて、新しい移民管理システムが登場し、再びアメリカに流入する移民の数が大幅に増加していくことになります。しかしですね、ここで着目すべきはそのハンドリンが描いた移民とですね、こうして新しく入ってくる、そうした移民たちには大きな違いがあると、矛盾が生じていたという点です。重要な点を2つ挙げますが、1つ目はですね、ハンドリンが描いた移民があくまでヨーロッパからの移民だったということです。ハンドリンの物語にはですね、非白人の移民というのがほとんど登場しない。ところがですね、1965年以降に大量に流入してきた移民たち、アジア
アフリカ、そして、まあ、とにかく中南米、中南米ですから、これは当時、65年移民法を支持していた人たちにとっても、まあ、これほど入ってくるのか、そういう意味では、まあ、想定外のことだったかと思います。2つ目はですね、ハンドリンが、まあ、移民をあくまで個人の物語として描いていたことでしょう。そこではですね、移住というのは個人が自分の判断でアメリカに入るということが想定されていました。ところが、まあ、実際に移住というのはですね、まあ、今も昔も、家族、社会、こういったつながりによっても、まあ、連鎖する事象であると。もちろん自分の能力を生かしたいと言ってアメリカに入ってきた人も多いでしょう。しかし、まあ、実際には誰がどうやって彼らを導き入れるのか、どうやって入ってくるのか、家族やコミュニティの役割もあるわけですから、まあ、移住は個人の判断でもありながら、また集団のつながりにも頼るものであると。にもかかわらず、ハンドリンが想像した移民はですね、まあ、あくまで個人であったわけです。で、移民が増えると、この移民に反対する人々はですね、このギャップを叩きます。移民に反対する人々は、移民は個人として入ってくるのではなくて集団として入ってくると、こういうことを言うわけですね。で、実際に移民はですね、個人でもありながら集団でもあるわけですが、どちらの面を強調するかによって立場が逆になっていくことがあったと。で、そしてですね、これはまあ次のネイティビズム、あるいはヒスパニック・ラティノのことを考える上でも、まあ非常に重要な点ではないかと思います。このネイティビズムというのはですね、日本語では排外主義と訳されますが、歴史家ジョン・ハイアムによりますと、このように定義されます。外国との関係があるという、まあ、理由をつけてですね、国内のマイノリティを激しく攻撃する態度、こういうふうに言われます。で、ハイアム自身はですね、特に1860年から1920年にかけて、合衆国でこのような態度が少なくとも3つの形態を取ってきた、そういうことを指摘しているんですね。反カソリシズム、反ラディカリズム、そして、まあ、アングロサクソン中心主義、こういったものでした。まあ、ただいずれにしろですね、このネイティビズムは、アメリカ社会が自信を失っている時代において顕著に現れる一種の病理現象、まあ、シンドロームだったわけです。暮らし向きが悪い、いつまでたっても改善されない、その不満どこを向けていいかわからない、そういう時にですね、まあ、移民や少数派といった国内で目につく人々を叩くわけです。で、それは一見するとですね、攻撃的な形態を取る、しかしですね、実際にこの症状を歴史的に診断しますと、それは一種の心理的な防衛行動でもあったわけです。その目に見える形でですね、敵を作って叩くという行為はですね、そうでもしなければ我々という意識が作れない、そうでもしなければ一致団結して自信を回復することができない、という意味にもなります。で、それはですね、彼らと我々の境界を作ってですね、何とかして安心を得ようとする行為であります。ですから、まあ、ネイティビズムというのはですね、まあ、いわば追い詰められていく人々の間で、まあ、出てくる傾向がある。で、このネイティビズムがですね、移民国家アメリカのイメージと相反することは明らかでしょう。ハンドリンが描く移民はあくまで個人です。彼らが持ち込む故国の文化もやがて自然に消滅していく運命にある。したがって、まあ、移民は集団としては存続し得ないというふうになるんですが、まあ、ネイティビズムはですね、移民個人ではなく集団として捉えますから、彼らにとってその集団はいつまでたっても危険な存在なわけです。ですから、まあ、誰かがですね、メキシコ人はレイプ犯だとか麻薬常習犯だとか言うとですね、拍手喝采が起きるわけです。また、移民国家アメリカのイメージではですね、アメリカは世界に対して開かれた社会であります。ところが、ネイティビズムの世界に対して、ネイティビズムの世界においてはですね、そのようなイメージありません。逆に新しく入ってくるその移民たちを食い止めることに必死で、移民たちとの間に何とか境界線を引こうとする。したがってですね、誰かがそのメキシコとアメリカとの間にバリの長城を築くとかですね、そういうことを言うと大喜びするわけですね。つまり、まあ、こういったメッセージを流して一躍時の人となったのが、まあ、共和党、今大統領候補となっているトランプ氏だったのではないかなというふうに思います。ただしですね、トランプ現象というのは、まあ、ハイアムの言うネイティビズムとは若干異なる点もあるかと思います。確かにですね、ネイティビズムと同様にトランプ現象もアメリカ社会に対する自信の喪失、まあ、これを背景としているとは思います。アメリカを再び偉大な国にしよう、まあ、こういったスローガン、トランプ氏のスローガンありますが、それ裏を返せばですね、今のアメリカが偉大な国ではない、なくなってきている、これを暗黙の前提としているわけですね。再びというぐらいですから、今は違うわけです。
そしてそうなった理由として、アメリカではないとされる人々を叩く、あるいは外国と関係させて、いわゆる我々の世界から彼らを追いやるわけです。で、非常に単純に言えばですね、偉大な国アメリカというのは、外の連中が悪いことをしているからダメになった、その悪い連中を叩け、追い出せ、入れるな、このようなメッセージの内容に着目すると、トランプ現象をかつてのネイティビズムそのものとして捉えることはさほど難しくはないでしょう。まあ、しかしですね、かつてのネイティビズムとは違うところもあるかもしれません。ネイティビズム、その定義からしてですね、外国と関係のある国内の少数派を叩くというものです。ですから主流派ですね、ネイティビズムというのは自分自らが多数派になっていくことを言います。しかしですね、今日のネイティビズムに従う排外主義者たち自身がですね、実は少数派にとどまっている。これがですね、移民規制法を制定していたその1920年代と大きく違うわけです。これだけ外国人生まれの人口が増えていてもですね、かつてのような移民規制法案が連邦レベルでは通らない。またですね、他にもネイティビズムの例として英語単一運動なんかあるんですね。これはアメリカでは英語だけを話さなくてはならないということを訴える運動ですが、1980年代あるいは90年代に大きな盛り上がりを見せた。ところがですね、スペイン語の使う人たち増える、減るどころかですね、ますます増えている。90年代にはカリフォルニア州でいくつかの移民を標的とした住民提案が出てきました。これは英語単一運動とも通じたものですし、あるいはその合法移民ですね、福祉行政サービスへのアクセスを制限する、こういった内容だったと思います。しかし、それらもですね、ことごとく最高裁で跳ねつけられた。それどころか、こういったものを推進したカリフォルニア州共和党ですね、壊滅的ダメージを受けるわけです。でこうしたことからも分かりますように、現代のアメリカ社会では、ネイティビズムへの免疫力、こういったものもある程度働いているのではないかと。でなぜかと申しますと、一つには1960年代以降ですね、特に顕著になった公民権運動、文化的寛容の態度、差異を肯定する態度、こういったものがですね、少しずつ定着を見せてきたことがあります。人種国籍を理由にですね、差別することに対して、メディアの啓蒙活動や学校教育一定の抑制をかけてきていたわけです。それから経済の要請もあるでしょう。南西部の農場経営とか、中西部の加工肉産業、あるいは都市のサービス業ですね、こういったところではその安価でもよく働く移民労働力不可欠とみなされるようになった。ですから、経済界にいる保守派の人たちも移民排斥にはなかなか同調してこない。さらにですね、外交の都合もあるかもしれません。現在のアメリカ、世界的指導力を発揮することを期待されていますし、またアメリカもですね、相互依存の世界では自分たちだけでやっていくことに限界がある。そういった形でですね、世界との関係を考えると、移民叩きにしろ、外国叩きにしろ、不利益が生じてくることは目に見えている。つまり文化や経済、外交といった観点から見ると、少なくともですね、主流社会においては移民排斥には加担しない、こういう意見の一致があったかと思います。でこういった事情のためにですね、事情のためにその過去半世紀にわたってネイティビズムはますます孤立を深めてきた、ではないかと。ところがですね、暮らし向きが悪く自分たちが理解されないことに苛立ちを覚えると、怒りのあまりにですね、再びその力が出てくることがあると。でそれで抑制がですね、効かなくなってくると、ネイティビズムというのは主流派に対する反撃という形も取るわけです。したがってですね、現代のネイティビズムは非主流派にとどまっているがゆえに、攻撃の対象が移民少数派だけでなくアメリカの主流派社会にも向かうわけです。さてですね、ようやくヒスパニック・ラティノ社会の話に入りますが、まずは2012年大統領選挙の後にですね、共和党が作った報告書を取り上げたいと思います。これ成長と機会というタイトルが付けられていて、いかにも共和党らしいんですね。この文書の起草者はですね、いわゆる共和党の主流派と言われる人たちでありまして、2012年大統領選挙をご存知のように、そのミッド・ロムニーという人が出てきてですね、バラク・オバマに負けたと、そういう選挙でした。で、この敗戦をですね、受けて、共和党の主流派の人たちは、どうして負けたのかと、次に勝つためにはどういったことをしなければいけないのか、こういったことを真剣に考えたわけですね。非常に大規模な調査、インタビュー、データの分析を行っていまして、その結果としてですね、いくつかの重大な警告を発したわけです。で、とりわけですね、そこで目を引くのがですね、将来の人口動態に関する分析のところです。
レジュメで挙げた英語の部分ですね、そこから引用したものですが、こういったことを言っているのではないでしょうか。国家の人口動態が変化していることを見て、我々共和党の立場がいかに危険であるかを悟らなくてはならない。我々共和党の魅力を増大しなければ、この人口動態の変化はますます民主党に有利な状況を生み出すだろうと。でここでいう人口の変化ですが、一つは若者ですね。若い人の間では、どういうわけか民主党支持が強まっていると。これに共和党と気づいたわけです。ところがですね、この報告書がその若者よりも重視したグループ、これがそのヒスパニック・ラティーノであった。この報告書ではですね、ピューリサーチセンターという研究機関の、出している報告書、これがまた引用されるわけですが、お手元のレジュメ5ページですね、参考資料1というものがあります。そちら一度ご覧ください。そのレジュメ5ページの上半分にありますのが、集団ごとの人口変化と将来予測ですね。これがそのピューリッツァーセンターが行った分析でして、1960年、2011年、そして2050年に予測される全米人口に占める人種集団ごとの人口の割合です。一番左、ホワイト、つまり白人ですね、ヒスパニック系でない白人を指しています。でご覧いただきますように、1960年、今から50年前ではですね、全米人口の 85% を占めていたと。ところがですね、2011年、最近になるとですね、それが 63% まで低下して、さらに2050年までに 47%、なんと半分を切ってくる。それがですね、一方、その左から2番目ですね、ヒスパニック・ラティーノ、ここですが、1960年には 3.5% だったところがですね、2011年では 17%、さらに2050年にはなんと 29% に達するかもしれないと。この29という数はとてつもない数で、33に近いわけですから、大体3人に1人という数になっていくわけです。でこのことにですね、共和党指導部が危機感を抱くというのは無理もないかもしれません。2012年大統領選挙でですね、共和党候補のミッド・ロムニーがヒスパニック・ラティーノ票のうち獲得したのは 24% だった。このままいけばですね、民主党が有利になることは誰が見ても間違いないわけです。で共和党としてはこの集団取り込むための努力が必要で、そのために当然何かしなければいけないと。でこの報告書の成果として共和党はそのような考えに至ったわけです。さてですね、そのヒスパニック・ラティーノ票が将来において極めて重要な役割を担うだろう、こういう考えは別に新しいことではありません。政治アナリストの間ではよく言われるようになりました。でしばしばですね、ヒスパニック・ラティーノ集団は、眠れる巨人、スリーピング・ジャイアントというふうに呼ばれるわけです。つまり、今はまだ眠っていてもですね、いつかはその潜在的力が覚醒するだろうと、こういうふうな形容されるわけですね。ただし、このような呼び方には注意が必要です。まずですね、しばしば日本でも誤解が生じやすいところですが、ヒスパニック・ラティーノというのは決して一枚岩ではありません。確かにですね、メキシコ系が6割強を占めますが、メキシコ系イコールラティーノという考え方は間違いです。中南米の多様性や、その歴史的文脈を無視するということになります。これはですね、簡単に言わせていただければ、そのアジアにあるからといってですね、日本も韓国も中国もフィリピン、みんな同じだという議論とあまり変わりはないわけです。また世代の問題があります。これ非常に複雑ですね。もう一度レジュメ5ページの参考資料1のところも戻っていただきたいと思います。このレジュメ5ページの下半分にですね、ある世論調査結果を載せさせていただきました。あとで質疑応答ですね、私の回答拙いものかと思いますが、その間にでもですね、こちらゆっくりと見ていただいて、楽しんでいただければと思います。要するにですね、同じヒスパニック・ラティーノだといっても世代ごとにですね、社会経済や文化の指標に重要な差が出てくるわけです。でこういった指標をもとに、さまざまな投票行動をこの手段の中で予測することは十分可能かと思われます。ですから、
このヒスパニック・ラティーノという言葉は非常に慎重に使わなければならない。ところがですね、ここでネイティビズムの話が出てくるんです。このヒスパニック・ラティーノの間にある多様性にもかかわらず、彼らを攻撃する人々にとって彼らは個人ではないんですね。集団として見ている。市民権を持っている人から持っていない人、合法的に移民した人からそうでない人、アメリカに来たばかりの人からずっと先祖代々にわたって住んでいる人、さまざまな個々の事情があるにもかかわらず、ネイティビズムというのは我々ではない彼らとしてくくってしまう。したがってですね、ヒスパニック・ラティーノは、その内的多様性がありながらも外部からの攻撃によって逆に定義される集団でもあったかと思います。そしてですね、このような攻撃にさらされる可能性があるという点で共通の見解が出てくる。それが広く定義されるところの移民問題ではないかと。先にネイティビズムの例として英語単一運動を挙げました。これどこで最初に起こったかといいますと、実は他でもないフロリダ州マイアミです。当時ですね、キューバ人といえばメキシコ人と違ってアメリカに入ってくれば政治難民として扱われていたわけです。つまり同じ中南米出身であってもですね、全く扱いが違っていた。ところが英語しか話さない人たちがですね、この苛立ちを覚えてですね、スペイン語を話す人たちを全体を攻撃するわけですから、結果としてそれはキューバ系だけでなくキューバ系以外の人たちを巻き込んでいったというふうになります。また少し前に話題になりましたのが2010年アリゾナ州法でしょうか。これはですね、非合法移民を取り締まることを目的に警察官が滞在資格を証明する文書の提示を求める、こういった内容があったと思います。ところがですね、これ実際に運用されると、あいつは見た目からして非合法移民に違いないからとりあえず止めてみようという話になっていくわけで、そうするとこう実際にその非合法で入ってきてない人たちも含めてですね、そういったターゲットにされてしまうと。これはですね、非合法移民でなくても嫌なわけですね。誰だって警察にいきなり止められるの嫌ですから、そしてこういったことがですね、ヒスパニック・ラティーノの間でですね、反感を生むことになっていく、そういう、ダイナミクスがあったんではないかというふうに思います。でこのようにですね、ヒスパニック・ラティーノというのは複雑な集団ではあります。で共和党指導部はですね、こういった集団をまとめてしまうのではなくて個々にですね、アピールすること、そこで民主党の地盤を少しずつ切り崩していくこと、こういうことを考えるわけですね。先ほどから申し上げていますように多様性はある。で確かにですね、割と教育だとかですね、医療、環境、格差是正、こういったところではですね、政府の積極的役割を望む声はですね、ヒスパニック・ラティーノの中でもかなり大きい。しかしだからといってですね、ヒスパニック・ラティーノも決して一枚岩ではないわけですから、共和党としても何とかしてこう切り込んでいかなければいけない。でここで重要になってくるのが、共和党がそれまでヒスパニック・ラティーノにどのような働きかけしてきたのかという点でしょうか。もともと共和党がですね、この中南米系人口の潜在的な力に着目したのは1970年代まで遡れます。ただ、実際に活発的な動きを見せたのが1980年だったと思います。ロナルド・レーガンの選挙です。大統領選挙のキャンペーンを前にですね、レーガン、カリフォルニア州の知事を務めたことありますから、自分ではですね、ラティーノのことをよく知っていたと自負していたわけです。そこで非常に有名な言葉を残していますが、このようなことを言っています。ヒスパニックは共和党員だと。ただ彼らはそれを知らないだけだ。レーガンによりますと、家族への献身とか勤労的態度、国を愛する態度、それから信仰ですね、こういった価値観において共和党とヒスパニックは一致することが多いと、こういうわけです。ですからこれが割と基本的なフレームワークになっていって、共和党としてはですね、政策の利害の一致というよりはむしろこう価値観の一致、こういったものを訴えていくことになります。80年代の共和党によるヒスパニックアウトリーチ、このように始まったわけですが、その最大の成果はどこで生まれたかというと、それフロリダ州だったわけです。ここではですね、先ほど触れましたように、キューバ系が多いと。ところがこのキューバ系の多くは、1959年のキューバ革命、これから逃れてきて、この混乱から逃れてきた人多いわけですから、あのフィデル・カストロを恨んでいる、共産主義が嫌いだと。レーガンここに注目してですね、反共イデオロギー前面に掲げて乗り込んできたわけです。
そして共和党が展開したキャンペーンですね、これの現場指揮を取っていたのが皆様ご存知のジェブ・ブッシュです。ジェブ・ブッシュはですね、当時その副大統領候補であったジョージ・ブッシュの息子だったんですが、当時大学出たばっかりで実績ないわけですね。ところがスペイン語ができる、それから奥さんをメキシコで見つけてきてぐらいですから、ラテン系の文化が好きなわけで、マイアミに移ってきた。そのジェブがですね、キューバ系と手を組んで、政治的キャリアを積み重ねていったわけです。フロリダでキューバ系が共和党支持に転換していくということは、いくつか特別な意味を持っていたかと思います。一つはですね、外交問題への影響で米キューバ関係が停滞する極めて重要な要因となったと思います。このことをまた別の折に報告させていただくことになると思いますが、二つ目はですね、共和党にとってキューバ系がかけがえのない勢力として成長していったことです。フロリダというのはですね、南北戦争の時代からもともと南部共和党の地盤です。ところがですね、この冷房の普及ですね、第二次世界大戦など冷房が出てきて、そうすると暑くてもですね、なんとか生きていける、こういった人たちが北部から流れてきた。それから南部からの移民ですね、この場合キューバ系が多かったわけですが、これが共和党支持に変わっていく。でこうしてですね、フロリダ州、共和党と民主党が激しく競る、そういう州になっていきます。3つ目はですね、大統領選挙への影響です。フロリダ州というのは、オハイオ州と並んでですね、おそらく大統領選挙で、近年の大統領選挙で最も重要な激戦州の、2つのうちの1つだったと思います。例えばですね、2000年大統領選挙、これわずか537票差でジョージ・W・ブッシュ勝つ、わけですが、フロリダで勝ったことが大統領になる、ということになったと。ここでですね、数十万単位で動いたキューバ票が、その勝利の後継、功労者としても認められたわけです。で、もう一つ付け加えますと、共和党が民主党からヒスパニック・ラティーノ票を奪うことが不可能ではない、こういった自信を強めたこともあるかと思います。こうして出てきたのがですね、ブッシュの選挙参謀役を務めたカール・ローブ、こういった人たちですね。彼の指導もあってですね、2004年大統領選挙では、ブッシュ、ヒスパニック票のうち、なんと4割も獲得した。これがですね、かなり驚きを持って伝えられました。ただですね、これ、共和党が変わったというよりは、あくまで候補者の強みを生かした結果だったと思います。つまり、ヒスパニック・ラティーノが多いテキサス州だとか、フロリダ州、ここに長くいたですね、ブッシュ兄弟に限って言えば、過去のネイティビズムには加担してこなかったわけです。ところが2008年選挙、2012年選挙では、このブッシュ兄弟の成果が消えていく。ヒスパニック・ラティーノを叩くですね、運動、2005年ですか、共和党下院議員がかなりやっていますし、それの反動でですね、全米150都市で大規模なデモが起きた。これでまた共和党のイメージが悪化していったこともあります。またですね、2012年大統領選挙でミッド・ロムに予備選を勝ち抜くためにですね、自発的追放ということを言っておりました。これどういうことかというとですね、非合法移民を取り除くためにはですね、要は連邦政府が何かするよりも彼らがアメリカで過ごしている生活をめちゃくちゃに厳しくして、そうすれば彼ら自発的にアメリカから逃げていくだろうと、だから自分たちで勝手に自分を追放するだろう、こういうことを言ってたんですね。ただこれ非常に無茶な議論で、移民反対派の多いですね、共和党予備選を勝ち抜くためには必要だった。しかし、そのロムニーもですね、本選では逆にそのことをオバマに叩かれて、結果、ロムニーはヒスパニック票のうち 26%、24% ぐらいしか取れないと。でこれではダメだ、というのが、この選挙を総括した共和党指導部の結論だったというふうに思います。こうした状況において共和党指導部期待を集めたのがマルコ・ルビオという人でした。ルビオはですね、今年大統領選挙出てきましたので日本でも主流派のホープとして紹介されていたかと思います。もう一度ここで彼の経歴見てみましょう。ご存知の通りですね、ルビオキューバ系移民の2世です。1971年にフロリダ州マイアミで生まれます。父親はバーテンダー、母親はレジ打ちとかやっていました。労働者階級の出身なわけです。で、子どもの時からですね、政治に興味があったらしくて、13歳の頃をですね、父親の労働組合がストライキを起こすと、ルビオ少年も参加してですね、会社が雇ったスト破りと戦っているらしいです。
で、それについて彼はですね、こういうふうに言っています。あの頃私は、すべての問題について理解していなかったが、ストを起こした労働者たちは、ただただより公平な待遇を求めている、こういうことは分かっていたと。で、そういうわけで、私は熱心な労働組合の活動家となったのだと、このように語っているわけです。ですから、このルビオ少年ですね、放っておけば労働組合のリーダーか、民主党の政治家になったかもしれません。ただ、彼、レーガンが好きだったんですね。というのも、そのレーガンがですね、キューバのフィデル・カストロを断るごとに攻撃しているわけですから、その意味でですね、彼自身が、先ほどから申し上げている共和党によるヒスパニックアウトリーチの産物であった、こういうふうに申し上げても大丈夫でしょう。これ以降ですね、彼自分でもですね、レーガンの後継者であるというふうに言うようになります。こうしてルビオ1997年にですね、共和党員として政界に入っていきますが、非常に速いスピードで出世していきます。最初は人口わずか5000人ほどの西マイアミ市の市会議員です。その2年後にはフロリダ州下院議員となります。2006年には史上最年少でフロリダ州下院議長の、なるわけですが、2010年ですね、フロリダ州上院議員と、なります。当時の報道ではですね、ルビオ例のティーパーティー茶会運動が支持する候補として取り上げられたと思います。で、確かにですね、茶会の間では人気があった、しかし他の茶会候補と比べてですね、ルビオ市会議員からステップアップしているわけですから、決して政治の素人ではなかったわけです。むしろそのヒスパニックラティーノ出身でありながら、それとは全く別のグループである茶会の支持も得られた、こういうわけで彼に対する期待が高まっていたように思います。で、市会議員から上院議員までたった13年、ということで、非常に早い、当時39歳でした。それではですね、少数派集団出身のルビオがなぜここまで急速に台頭したのか、その理由の一つはですね、彼が少数派集団であったことを、プラスに変えていったからではないかと思います。そもそもですね、エスニックマイノリティ出身の政治家というのは、選挙ではどうしても不利になるわけです。なぜならマイノリティの利害を代表している限り、マジョリティの支持を得ることはないからです。キューバ系が政界に進出し始めたときは1980年ぐらいですが、彼らはですね、しばしばキューバ人はキューバ人にというスローガンを訴えていました。しかし、これではですね、キューバ人以外の反発を買いますし、キューバ人が少数派である限りはこういった候補なかなか勝てないわけです。そこでですね、マイノリティ出身の候補はどうにかしてマイノリティの外の世界にも訴えていかなければならない。ではどうするかと、方法は大きく分けて2つあるかと思います。一つは自分のエスニシティを消すことです。スペイン語を話せてもですね、人前では極力話さない、気づかせない、意識させない、こういうわけです。これによってですね、自らのエスニシティが無害であることを証明し、マジョリティの支持を取り付けようとします。英語ではパッシングというんですが、アメリカの歴史をひも解けばそういう人は割と珍しくはない。現代において一人で例を挙げろと言われると、おそらくテッド・クルーズを挙げることができるんではないでしょうか。このクルーズという人ですね、一応キューバ系だと思います。しかし彼自身はですね、それについてあまり多くを語らないわけですね。わずかにそのバイオグラフィーでですね、さすがに自分の父親を紹介しますからキューバ系のことを書くんですが、しかし移民問題ではですね、非常にその強硬な立場を取り、まるで自分とは関係ないかのように話しているわけですね。ですから時々報道でさえですね、彼がキューバ系であることを忘れてしまう、彼が大統領候補になってもですね、ヒスパニック扱うかどうかなんていうのは、あんまり言われないわけです。その代わりですね、彼は宗教右派だとかですね、反移民団体の支持を得ることができる、ある種のトレードオフになっているわけです。しかしですね、ルビオ・クルーズと違います。徹頭徹尾、彼はですね、キューバ系であること、マイノリティ出身であることをアピールする。なぜか、この点を理解するために、彼の演説を一つ取り上げます。レジュメ6ページですね、参考資料にご覧ください。これ2010年ですね、ルビオが全米の有力保守団体が一度に会する保守政治行動会議 CPAC、これでですね、基調演説者として登壇した時のものです。その演説を一部抜粋させていただいておりますが、時間の関係でですね、ハイライトしているところだけ取り上げます。
まあ、まずですね、ルビオは、アメリカが偉大なのは他の場所でもない、その他の場所では不可能な夢がここでは可能になることだというんですね。ルビオの両親は革命キューバを逃れて、まあ、英語も話せずお金もつてもないままアメリカに来たと。まあ、しかしですね、彼の両親は、まあ、とにかく子供のために、まあ、一生懸命働いた。そして、まあ、ルビオの成功は、まあ、こうした両親の犠牲と神の恩寵とアメリカ合衆国という特別な国のおかげで達成されたのだということを言うわけです。まあ、それではなぜアメリカが特別なのか。ルビオによると、まあ、それは先人たちが自由な社会に生きることを選択したからであり、それは、まあ、先人たちが、まあ、自由な企業活動を選択したからだというわけです。まあ、そして彼によるとですね、オバマ政権というのは、まあ、その選択とは全く異なるものをアメリカ人たちに要求している。それに対し、まあ、ルビオはこのように問いかけます。私たちは例外的でありたいのか、それとも私たちは進んで世界の他の人々のようになりたいのか。アメリカの保守派はですね、このようなルビオの演説に熱狂したわけです。しかしですね、ここでルビオがしていることは単純明快ですね。彼はですね、キューバ系であるがゆえにキューバと対比しながらアメリカという国がいかに素晴らしいか語っているわけです。で、自分はですね、多数派の人間ではない、しかしそうではないからこそ他では見えないことがわかる、このように語ることによってですね、人種とかエスニシティの際違いというのが、その違いを持たない白人たち、多数派の白人たちにとって不安を抱かせるものではなくて、逆に彼らを魅了するものとして提示されていく。人種エスニシティの差というのが、ある種のブランドのようなものになっていく、多数派に売り込むことができる、こういった戦術がですね、ルビオの中で、取られていったと。それがですね、政党のモデルチェンジを模索していた、共和党指導部のニーズと合致していたんではないかというふうに思われます。さてですね、それではなぜこのように登場したルビオが、大統領予備選挙ではうまくいかなかったのか。ちょうど彼が撤退した後ですから、この点にも触れます。ルビオの限界いくつかあります。まず候補者としての未熟ですね。あまりに出世が早く、あまりに若い、討論会では集中砲火を食らいましたし、自分でもですね、何度か致命的なミスをしています。また今回の予備選ですね、主流派候補多すぎて混戦となりました。これ不利になるわけです。ルビオですね、ジェブ・ブッシュ、クリス・クリスティ、撤退に追い込むことは成功しました。しかし、ジョン・ケーシック残りましたし、主流派の票を分断されるとですね、バージニア、こういった重要な州勝利つかめません。もともと選挙で勝てる候補として売り出されたことありますから、予備選でなかなか勝てない、これ相当なダメージになったわけです。またトランプを嫌々ながら攻撃したこと、これも裏目に出ました。もともと好感度が高い候補だったわけですから、こういう候補がですね、他候補を攻撃すると自分の好感度下がってしまうんですね。ですから、メディアへの露出を求めてですね、手の大きさがどうとかこうとか言っていたんですけども、それ彼の焦りと未熟さの表れだったではないか。ですから、もともと特定の支持基盤を持たないルビオをですね、選挙運動がある意味でそのルビオ一人のパフォーマンスに多くを頼っていたこと、これはですね、彼にとっては非常に酷だったように思います。ただルビオの支持広がらなかった理由、他にもあるでしょう。最初に述べましたが、現代のネイティビズムはあくまで非主流派少数派だったかと思います。しかし、そもそも共和党予備選ではですね、投票する人間の数限られている。多くても有権者人口1割、2割、3割ぐらいでしょうか。移民排斥を支持する人たちがですね、そこに固まって動くと、絶大な威力を発揮するわけです。そして、ルビオがですね、自ら移民出身の候補として語っていたこと、トランプとクルーズが、アメリカとメキシコの国境にですね、どうやって壁を作るか議論しているときに彼加わらなかったこと、そして実際に上院議員の時にですね、非合法移民の合法化含めてですね、移民法改正の法案起草した、提案した過去もありますから、移民を追い出せとして、追い出せと騒いでいる人たちが、ルビオのような人に本当にこう投票するのか、疑問もあったわけです。そして、これも重要な点ですが、アメリカがいかに素晴らしい国かと、ルビオが説いてもですね、ネイティビズム、そもそも社会への自信の喪失背景にしているわけですから、ギャップがあるんですね。彼が言いたいことと、聴衆が聞きたいこと、なかなか差が埋まらなかったのではないか。今回2016年においては、その前向きなメッセージ伝わりにくかったのではないかというふうに思います。
最後に今後の見通しについて、まあ、私予想屋ではないですが、まあ、自分が考えているところですね、正直に述べたいと思います。私別にトランプ現象が単に移民排斥だけで出てきたとは申しておりません。しかしですね、トランプが台頭した理由、これ、まあ、メキシコ人レイプ犯だとか麻薬常習者と呼んだりとかですね、壁作ると騒いだり、難民イスラム教徒であれば入れたくないとか、中国日本為替操作国だとか、こういうことを言ってですね、拍手喝采を浴びた、主流派メディアがそれを叩けばですね、逆にトランプ支持者が増える、こうした現象を総合すると、まあ、トランプ現象というのは現代ネイティビズムとも重なってくるところがあったかと思います。そして、まあ、ネイティビズムの台頭というのはですね、他でもなくアメリカ社会の自信の喪失を意味しているのではないかと、考えます。では、まあ、トランプが勝ちルミオが負けたことを何を意味するのか。端的に言えばですね、それは共和党が描いたモデルチェンジ、失敗したことです。まあ、今ネイティビズムとは別にですね、もう一つのトランプ現象というべきものが起きていくのではないかと。それはまあ過去にあったようにですね、トランプが叩いている移民集団からの反発ですね。すでに多くのスペイン語メディア、ウニビシオンとかですね、反トランプで論陣張っていますし、ヒスパニック・ラティーノを対象とする世論調査、最近出てきていますが、トランプへの反感 77% あるいは8割、かなり高くなっている。こうしたことからですね、共和党の未来それほど明るくないんではないかなというふうに思ってしまいます。移民叩きというのはですね、短期的には収票効果、絶大な収票効果があります。しかしそれは必ず将来に禍根を残します。そういう意味で今私たちが見ているのは、まあ、ひょっとすると、まあ、その収票組織機関としての政党共和党の自殺ではないかと。でもちろんまあそうではないという意見もあるでしょう。ネイティビズムがますます広がってですね、白人労働者たちが大挙して共和党になだれ込む、まあ、あまり想像できませんし想像もしたくないんですが、万が一にもですね、トランプがまあヒラに勝つということがあるかもしれません。まあ、しかしですね、それはそれで危惧すべき現象でしょう。なぜなら、まあ、二大政党がですね、ますます人種エスニシティの区分で分かれてしまう、これがまあ起こってくるんではないかと。まあ、そのままいけばですね、ネイティビズムの標的とされているマイノリティにとっては、まあ、ほとんど選択肢がなくなってしまうわけですね。で、アメリカはですね、自由な選挙と、複数政党の競争を持って民主主義と自分で言っている国ですから、その国がですね、特定の集団には一つの選択しか与えない、こういうことになる。それは本当に民主主義で、あるのか、これはまあ疑問が出てきてもおかしくないでしょう。まあ、時間ちょっと過ぎてしまいましたが、このあたりで一旦終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。移民国家としてのアメリカから、今回の大統領選のマルコ・ルビオの敗因というか、限界、それから最後は二大政党制ですねの行方といったことまでも話していただきました。じゃあこれから質問の時間にしたいと思いますので、どうぞどなたか質問のある方手を挙げてください。じゃあどうぞ。はい、ありがとうございます。フジテレビの風間と言います。ちょっと数字を申し上げるので、その数字に関してどういう解釈をされるかというのをちょっとお伺いしたいんですけど、フロリダの、予備選挙の数字です。共和党は全部で227万6千票ぐらい投票があったんですけれども、そのうちラティーノは 16% です。実数にすると36万4千ぐらいかな。民主党の方は投票総数が166万4千ぐらいで 20% がラティーノ、実数にすると33万2千ぐらいなんですね。感覚的にはラティーノは民主党の方をまあ、支持している人の方がきっと多いよねと思うんですけれども、今回投票所に、やってきたラティーノは共
共和党支持者の方が多かった。まずこれはどういうふうにご覧になりますかと。でそれから共和党の投票所に来たラティーノのうち、共和党のラティーノはですね、全体の 16% で、民主党は全体の 20% なんですけど、これはあくまでも出口調査の数字なので、ちょっと概数っぽい感じはしますけれども、それぞれの、全体に占める割合が今回こういう数字が出てきたっていうのもまたどういうふうにお考えになるかということ。つまり、共和党の投票者のうち 16% がラティーノだったよ、民主党のラティーノは全体の 20% ぐらいだよっていう、そういう投票所に来る人たちのその割合みたいな比較で何かその解釈することができるかどうかっていう趣旨でお伺いしています。それからラティーノ、共和党のラティーノの方々のうちルビオに投票したのは 52%、 トランプは 26% です。半分と2倍っていうことなんですけど、それについては何かご見解はありますでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。私が答えられる範囲で、今回答えさせていただいて、残り宿題とさせていただきたいんですけど、まずですね、なぜフロリダで、一般的にはその民主党員だと思われているヒスパニックラティーノが、フロリダでは共和党が比較的多いのかという話だったと思うんですけども、これはレジュメで取り上げましたところですね、共和党によるヒスパニックアウトリーチのところですね、かなりですね、その80年代から共和党が注目したグループだったということが挙げられます。もともとはですね、フロリダというのは、先ほど申し上げましたが、南部民主党の地盤ですね。ところがですね、人口が非常に大きくなってきた、非常に流動的になってくる、結構それが狙いどころになるわけですね。新しい、そもそもですね、南部フロリダには共和党の地盤だからなかったわけです。それがですね、新しい人が入ってくると、先入観がないわけですから、新しい、なんていうんですかね、足がかりを作る時にですね、非常に都合が良くなっていく。で、これで注目したのがヒスパニックラティーノだったんではないかなというふうに思います。で、先ほど申し上げましたように、そのキューバ系が非常に多いですね。で、キューバ系がですね、もともとは民主党支持の方が多かったんですけども、やはりですね、その80年代ぐらいから、新冷戦といいますか、西半球でですね、かなりその、キューバとの対決ですね、ご存知かと思いますが、1979年でニカラグア革命だとかですね、中米の紛争が非常に活発になって、これかなりフィデル・カストロ関わっているわけです。でこれをですね、叩けって今言ってたのがロナルド・レーガンですから、このレーガンがですね、自分の外交政策の延長で、このキューバ系ですね、フィデル・カストロに恨みを持っている人たちに働きかけていった。これが割と成功したんですね。でそうしたことがあって、それが今も残っているというふうに考えてもいいんではないでしょうか。一回、共和党というふうにですね、支持を変えてしまうと、そういった人たちがですね、だんだんもともと基盤がないところに新しい社会、新しい政党を作っていくわけですから、その後から来た人たちでもですね、かなり上の方にステップアップできちゃうんですね。そうするとキューバ系の出身の政治家がどんどん上がっていく。そうするとキューバ系の出身家がいるってことで、また逆に人が入っていくという、この連鎖反応が起きてくるわけですから、それがやっぱり今も、共和党が多い、一つの理由ではないかなというふうに思いました。二つ目ですね、ちょっと質問の趣旨理解しているかどうか私は分かりませんが、出口調査の結果でですね、16%、20% という数字がそれぞれ出ていて、これについて何かということかと思います。
まあ、単純な話かもしれませんが、まあ、かなり増えてきたなっていう印象を受けますね。もともとですね、確か2008年、12年、とですね、確か、大統領選挙本選でですね、フロリダ、大体 1% ぐらいですかね、差がものすごい競っていると。で、これでですね、まあ、どちらの政党もですね、どうやってその 1% 取るかって話になるわけですから、このヒスパニック・ラティーノが増えていることを受けてですね、ものすごいそのキャンペーンやるんですね。特に2012年大統領選挙でですね、オバマがものすごい頑張った。あの、再選をかけてですね、ものすごい資金を投入してですね、フロリダでスペイン語メディアで広告流しているんですね。これはですね、あの、まあ、注目すべきで、こういったこう働きかけが出てくるとですね、やっぱり動員の数もやっぱ増えてきますから、もともとやっぱりこう英語を喋れない人たちも多いとですね、なかなか大統領選挙といっても何していいかわからないというか、あるいはそもそも市民としてなれる資格があってもなっていないだとか、あるいは投票所行ってもですね、どちらの政党がいいのか自分でもわからないっていうことになってしまいますが、こういったまあボランティアの人を動員したりとかですね、広告流す、これ莫大なお金かかるわけですね。まあそれがまあ結果として今回出てきているんではないかなというふうに思います。3つ目ですね、ルビオ 52%、まあトランプ 20% ぐらいですね。これだから他の州と比べていただけるとやっぱりいいかと思います。まあ他の州でですね、ルビオほとんど 10% ぐらいだったんじゃないですかね。最終的なところ、あの最後の、その3月15日ですね。まあ、それと比較するとですね、まあ、割と自分の、まあ、地盤があったということで、かなり頑張ったように思いますね。その投票したかっていう、つまりラティーノのそのルビオへの投票率が 52% で、トランプ の投票率が 26% だっていう、そういう数字なんですけど、つまりトランプが、投票所に来た、共和党の投票所に来たラティーノのうち 26% を持ってったっていう数字がどうなのかなっていう。ああ、逆にトランプが持ってったってことですか。 26%しかなかったっていうことでもいいんですけど。ああ、まあ、じゃあなぜトランプが人気だったかっていうことですかね。その 26% っていうのを人気というふうに取るかどうかっていうのはまた一つの考え方だと思うんですけど。ああ、なるほど。まあどうですかね。私としてはまあ他と比べればですね、かなり数字落ちたんじゃないかなというふうに思いますけどね。つまり他の州のラティーノ そのトランプに対する投票率に比べると、このフロリダ州の26っていうのは少ないんじゃないかっていう、そういう考え方ですか。まあ、必ずしもそうではないと思うんですけど、どうですかね、他の州でヒスパニックがどれだけトランプ・ルビオに投票したかっていうのはあんまり見ませんでしたね。あんまり他の州でいましたっけ。わかりました。じゃあお願いします。どこの州がちなみに比較する対象としていいですかね。まあ、ちょっとじゃあ後で、はい、お話しさせていただくということでお願いします。はい、じゃあ次の方どうぞ。はい、どうぞ。共同通信の矢高と言います。今日はありがとうございました。一つだけ短い感想会話してもらって質問に移りたいと思うんですが、2014年のオバマ大統領の一般教書演説が終わった後すぐにですね、ルビオが全国放送に出てきて、でその共和党との反論をしたと。まあ、その時内容がすごく、まあ、明快だったのと、まあ、なんか水をコップで水を飲んでいたというのがすごく印象に残ってるんですが、まあ共和党が育ててきたんだということを伺って、納得ができました。さて質問なんですが、まあ、あんまり欲張って伺いたくはないんですが、時間を取りたくはないんですが、一つはルビオがですね、
例えば日本の、日本に対してかなり関心を持っていたと、持っていると。で、まあ、報道などによりますと、その安倍晋三首相とも何回か会っていると、それから尖閣諸島の領有権について日本の主張を支持しているという、まあ、数少ない上院議員だったというんですが、まあ、ルビオと日本の関係というのはどういうものがあるのかということを教えていただきたい。それから2点目、最後の質問なんですが、まあ、大統領選ということで、今日お話をいただいているので、まあ、せっかくですので伺いますが、来週21日22日のですね、オバマ大統領のキューバ訪問というものがですね、これが、まあ、どういう目的なのか、あるいは大統領選挙への、影響というものを当然考えていたのだろうか、どんな影響があるのだろうかということをお考えを教えてもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、ルビオと日本の関係ですね、まあ、あんまりそういったことを書いている人いないのであくまで推測になってしまうんですが、まあ、単純に言ってしまえばイデオロギーではないでしょうかね。彼やっぱりキューバ出身というところから入ってきて、でマイアミで育ってきた、当然ですね、共産主義に対するものすごいアレルギー反応を持っている人だと思います。アメリカのですね、保守派の中でもですね、最もその、まあ、冷戦的思考が残っている人ではないでしょうか。外交委員会の中でも多分彼飛び抜けてそういう人だと思います。まあ、それがやっぱりあってですね、例えばキューバに対する、政策転換を絶対認めないとか、であるいは多分中国に対してですね、同じような見方をしているんではないかなって気がしますね。その裏返しとして、まあ、日本は民主主義国家であるとか、あるいはその他の国ですね、韓国だとか、そういったところに支持すべきだとか、で北朝鮮嫌いですから、当然やっぱり北朝鮮に対しては強硬的な態度を取ってくると、あるいはイランですね、まあ、ルビオの世界観から見ると、そういったところで日本に対して割と親しい態度を取ってくるというのは、まあ、想像できるんじゃないかなという気がします。それからですね、オバマ訪問ですね、大統領選挙とどういう影響があるのかということですが、まあ、2016年のことですかね、そういうことであると、やはりオバマとしてはですね、まあ、焦ってるとまで言いませんけれども、やっぱり次大統領候補が誰でもいいように、今のうちにやっぱり進めていきたいっていう思いは強いと思います、ものすごい強いと思います。まあ、なぜかと言いますと、やっぱりこうキューバ、彼がキューバ政策転換したことの象徴的な意味ですね、これやっぱりオバマがですね、2009年4月ですね、一番最初にこのキューバ政策に手をつけた時にもよく言われたんですけども、キューバ政策というのはこう対話外交の試金石であると、つまりこう国際関係 の、 その対立だとかですね、紛争だとかそういったものは対話によって解決することを目指すべきであると、こういったことをですね、まあ、割と言っていたと。でこれがですね、ある意味ではですね、今回少なくともキューバにおいては達成されたかのように見えると。でそれがですね、こううまくいかないと、大変なことになる。オバマに言ってこと、今オバマが言ってきたことはですね、キューバだけじゃなくてオバマが外交のその原理みたいなものですね、これも否定されるんではないかと。あるいはその次の大統領がですね、まあそういったことを認めないとか、そういうことになってくると彼がやったレガシーがですね、まあ、また消えてしまうっていうことになってしまいますから、こう後戻りしないために、今必死になっていろんな政策、まあ、昨日でも確かアメリカ人、かなりその渡航がですね、渡航への規制が大幅に緩和されたってことで、まあ、かなりニュースになっていましたが、まあ、いろいろやってきていると思います。でまあそういった形で答えさせていただければと思いました。アメリカ・キューバ関係はご専門なんで、ちょっともう少し聞きたいんですけども、今のオバマがやってる、まあ、緩和はですね、大統領権限でできる範囲内ということですよね。法律は共和党が議会握っているので法律は変わらない。そうすると次の政権がもし共和党政権になったら、やっぱりオバマのやったこのキューバの、改善は、元に戻っちゃってまた敵視政策に戻るんですか。まあ、これどんどん予想になってきてしまうんですけども、
私はですね、ルビオが撤退したことかなり大きかったと思います。ルビオであればですね、おそらく何かはやったと思いますね。かなり敵視政策に近いことをやり始めたんではないかなというふうに思いました。彼主流派ですけども、でと言いますのもですね、やっぱりそのこう西半球問題というか、そのやっぱりヒスパニックラティーノ出身であるということがですね、こうルビオ外交委員会にいるんですが、その共和党のその代弁者みたいな位置を確保することに役に立ったわけですね。自分がヒスパニックラティノであるから、中南米のことについては私が専門家である、実際スペイン語喋れますから、かなりそれがですね、その、党全体のですね、この意見をこうそういった方向に向けていくという意味ではかなり有利な立場にあった人だった。ところがですね、非主流派トランプですか、トランプなんかは確かキューバいいんじゃないのって言ってるぐらいですから、彼確かプーチンでもですね、別に、俺をそのリスペクトするんだったら俺もリスペクトするみたいなディールできるっていうことを言ってるぐらいですから、当然ラウル・カストロだって、そういう話になってくるわけですよね。だからそのあたりですね、結構誰が勝つことになるのかということによっても違いが出てきたところではないかなというふうに思います。ですから、ルビオ撤退したことというのは、ますますですね、オバマが、キューバで、やっていくことをですね、今後に対して大きな意味を持ってくるのではないかなというふうに思いました。ちょっと質問続けてますけど、ニューヨークタイムズにね、今回のオバマのキューバ訪問はニクソンの中国訪問に匹敵する歴史的な大事件だという、中南米専門のアメリカの人のコメントが出てたんですけども、確かにちょっとここまで進むとは思えないような形で進んでますけども、今回行ってですね、オバマはラウル・カストロとは会談するけども、フィデルとは会わないというふうに言われていて、フィデル・カストロと会わない理由、あるいはもし会うとどんな政治的なリスクがあるでしょうか。そうですね、フィデル・カストロと言いますと、やっぱり1959年キューバ革命からやっぱりその顔ですよね。62年キューバ危機、これもやっぱり顔ですよね。相当そのフィデル・カストロに対するアレルギーってやっぱり強いと思うんですよね。最近教科書も少しこうニュアンス変えてきてると思いますが、割とですね、例えばキューバ危機引き起こしたのはフィデル・カストロのせいだとか、そういうことを言う人はやっぱアメリカの中でも多いんですね。少しずつちょっとその見方が変わってきてるとは思うんですけども、そういった意味でですね、突然その平和を脅かしたとんでもないやつっていうイメージが一回つけられているわけですから、キューバ系でなくてもやっぱりアレルギー、逆にラウル・カストロであればですね、そういったところは割と薄まっているのではないかなというふうに思います。ですから、ラウルと握手するのとフィデルと握手するのではかなりその文脈というか政治的な文脈、あるいはそのメディアですね、対するその捉えられ方が違うと思いますね。あえてオバマがそこでリスクを冒すという可能性は低いのではないかなと思います。はい、どうぞ大統領選の質問あればどうぞ。はい、どうぞ。個人会の長沼と言いますが、大統領選挙に直接関係あるかどうかちょっとその点自信ないんですが、最近出た日本語でもよく出ましたグアンタナモ収容所という本を見ますと、もうほとんどもう数ページが墨塗りでですね、検出されて、稼働されて、真実が分からないという面がありますけれども、分かっていることは、キューバがグアンタナモをもう返還してほしいと、アメリカさんというふうに求めると思うんですが、これは先生の見通しとしてですね、将来可能だと思われますでしょうか。もし見解を教えてください。ありがとうございました。そうですね、やっぱり将来のことなんでちょっとわからないっていうのも一つあるんですけども、
ちょっとまあ面白い話しますとですね、これ今言っていいのかどうかわからないんですけど、アメリカとキューバっていうのは結構昔からですね、国交正常化の交渉はしているんですね。1970年代に秘密交渉をやっています。で、私もそのことについて書いたんですが、意外にもですね、グアンタナモの返還は国交正常化の後にやるっていうふうに最初から考えていたみたいですね。このもちろん表向きではですね、アメリカはグアンタナモを返還するべきだっていうんですけども、キューバ政府、特にフィデル、あるいはラウルですね、グアンタナモ返還がいかに難しいかということをやっぱり分かってます。分かってるはずですね。で、最初からそれをですね、返還を求めてですね、国交正常化交渉を潰してしまうというのはやっぱり避けたいというのがありましたから、割とこうゼゼヒヒで結構動いている面がある。例えばですね、イラク戦争の時にですね、グアンタナモ取り上げられましたけども、テロを支援した、あるいは支援している人じゃないかっていう人をですね、グアンタナモに入れるわけですよね。あれ本来であればですね、本当にそのキューバ政府の公式の見解に立てばですね、そんなものにキューバ政府の許可なしに使ってはならないっていう話になるわけですよ。しかしですね、裏の交渉でですね、キューバ政府は多分認めたんだと思います。つまり将来的に返してもらうというのはこちらの立場として絶対譲らないと、と言いつつも、実際のところではその中でですね、アメリカが何をするかという話についてはこちらは、あまり入らないと。ですから割とプラグマチックですね、現実主義的に動いていくということになります。ですから私の見解としては、このままですね、その関係の改善ですね、が続いて、その流れができてですね、あとはアメリカの国内政治ですね、国内の中で支持が広がっていけば当然出てくると思いますが、それまではですね、キューバも粘り強く、その主張を続けていくことになるかなというふうに思いました。お答えになっています。はい、いかがでしょうか。はい、どうぞ。ありがとうございます。 NHK の井出一と申します。先生作っていただいた5ページの、資料の A の、人口変化と将来予測を拝見しますと、ヒスパニックも伸びてるんですが、アジア系もすごく伸びていて、伸び率でいうとアジア系の方が多いと思うんですね。で、これについて2つ質問なんですが、1つはそのヒスパニックに対して起きているようなネイティビズムがアジア系アメリカ人に対しても起きているのか、戦前は反日民法とかありましたけども、この戦後の伸びを受けて起きているのかということと、2つ目は、これ2050年までですけど、これもっと伸びていくとですね、ヒスパニックと拮抗してくると思いますが、そうなったときにアメリカ政治のダイナミズムにどういう影響を与えるのか、そのヒスパニックとアジア系が一種のマイノリティ連合のような形でこう組んでいくようになるのか、それとも別の現象が起きるのか、そのあたりについてお話を伺えればと思います。はい、ありがとうございます。これも将来の話になってきますが、ネイティビズムは、アジア系に向かうかということですよね。向かうと思います。必ずしもですね、この現象自体はどこか特定の国に関するものではありませんから、外国生まれとか、外国と関係している人を叩く、それはですね、例えば今日本製品ですか、日本、トヨタだとかホンダだとか、そういったものを、トランプ氏、当然その彼らは不当なその貿易でですね、その貿易の何ていうんですか、こう枠組みが不当だから我々負けてるんだということを言ってますから、これがちょっと一つ線を越えればですね、そこで働いている人たちに対してですね、当然何か言うかもしれない、あるいはそれを勘違いしてですね、日本社だけでなくて、そうじゃないその実際の人間たちにも勝手に解釈してしまう人たちがトランプを支持する人たちの中に出てくるかもしれない。それは十分考えられると思いますね。これ他のマイノリティもそうなんですけれども、ちょっと前に最高裁の人でですね、確かアファーマティブアクション、批判することを言ってた人いますけれども、
こういったそのマイノリティだからこそこう有利にあるっていうシステム、それ自体にこう反感を強めるっていうことはこれからもやっぱり考えられますから、それでやっぱりまあアジア系もやっぱり当然その攻撃対象になってくるかなというふうに思います。で、マイノリティの連合をですね、アジア系とヒスパニック系、これ固まってですね、作ってくるんではないか。これもまあそうですね、やっぱり民主党と共和党の関係によるんではないでしょうかね。このままですね、やっぱり民主党有利ですから、当然アジア系がですね伸びていけば民主党まあ、支持している人が多いわけですから有利になると。でこれ実際に起きているのはカリフォルニアですよね。カリフォルニアは昔レッドステートですから、あそこを、私記憶している限りはですね、戦後から1980年代ぐらいまで確か共和党、ほとんど勝っている、民主党確か1回ぐらいしか勝ってないんですね、大統領選挙で。それが90年代の移民叩きですね、ヒスパニック票伸びてきたっていうのもあるんですけども、これアジア票もやっぱり伸びてきましたから、それが民主党に加わることによって、ほとんど、考えられないんですよね、今そのカリフォルニアが共和党候補を支持するってことは。だからそういったことを受けて共和党が今後どういった政党のモデルを作っていくのか、このままその人口規模が縮小していく白人、とりわけその労働者階級ですね、その人たちに頼ってですね、なんとかやっていこうとするのか、それともモデルチェンジ、してですね、その人種だとか文化だとかそういったものに開かれて、いくメッセージを発していくのか、これ本当に共和党次第だと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。先生、杉田と言います。今のお話の続きなんですけども、つまり共和党のモデルチェンジっていうのが、そういうことはちょっと どういうふうな形で具体的に、可能性があるのかっていうのが一つの質問で、つまりもうずっと共和党はおそらくそれをしない限りは衰退していくと、つまり票は取れないということがあって、それは形だけいろいろ選挙区をちょっと触ったりとか、なんかそんなことで生き延びてきたような気がするんですよね。でここまで来るとトランプが起爆剤になるのかどうか知りませんけれども、しかしそれにしても、またこのマイノリティに手を伸ばしていくようなそういった共和党というのがなんていうかあまりこう想像できないような気がして、だからみんなその共和党の将来はどうなるのかということを危うんでんだと思うんですけれども、それはよく本当にアメリカの研究している学者の方にお話聞くと、共和党のモデルチェンジがアメリカの二大政党制の行方を決めるとか、おっしゃるんですけれども、それは果たして具体的にどういうことを想定してそのことをおっしゃっているのか、今実際その兆しというのはあるんでしょうか。本当にご質問ごもっともなところで、私も頭抱えてしまうんですけども、やっぱり最初はですね、私ルビオが出てきたことかなり兆しだと思ったんですね。彼が出てきてですね、マイノリティであるがゆえにそれ自分を売り込んでいく、そしてやっぱりマイノリティが出てくることに対してですね、拒否感があるわけですね。その当然その共和党にずっといたその白人の人たちにとって、でその拒否感を和らげながら、そのマイノリティが出てくるということが必ずしも脅威ではない、そういったメッセージを発する人が、ルビオだったのではないかなと。ただそれがですね、2016年ではまだ十分ではない、ですから、私ちょっと無責任ですけども、一回壊滅的なダメージを受けるしかないかもしれないのかなっていうのもありますね。一回もう一回負けてですね、それでちょっと立ち直れるかどうかっていうのをやっぱり見てもいいんじゃないかなっていうふうに思ってしまいます。でそれぐらいちょっとそうですね、トランプ現象っていうのはやっぱり、びっくりしましたし、やっぱりちょっと怖いなっていう気がしました。マルコ・ルビオって2024年の大統領選に勝ち目はありますかみたいな話ばっかりして申し訳ないけど、そうですね、これも将来もう何言っても多分後で叩かれるだけだと思うんですけどもあいつはあんなこと言ってたっていうことでですね、私が次に出てくるときは違いましたねって話になりますから、
私は出てくると思いますね。あの2020年か2024年どちらか分かりませんし、まだ若いですよね。で、まあ、今後彼が何するかっていうのは、まあ、注目しててもいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、そこで勝てるかどうかっていうのは、まあ、相手の候補ですね。まあ、ヒラリー・クリントンがやっぱり一番共和党の中で恐れていたのはルビオだと言われていますから、まあ、それはですね、やっぱり今後どっかでですね、ずっとなんか残っていく言説なのかなっていう、あの時ルビオ出してれば勝ったじゃないかみたいな話が出てくるかもしれませんね。これはもちろんあのトランプが負けることを予想して言ってるんですけども、あの、まあ、そのあたり、あの、後で忘れていただければというふうに思います。はい、ありがとう。あの、小次会の原田と申します。まあ、大統領選挙のことなんかあまりわからないんですけど、あの、まあ、心配し、まあ、一般の人間、あの、一人として心配するのは、まあ、世界中のこのネイティビズムですかね、排外主義の増大ですよね。それでその過去の例から言いますと、まあ、まあ確かに経済的なレベルが下がると排外主義がずっと上がって、まあ、戦前のドイツはもう大変に経済が疲弊してヒットラーが出てきたという、まあ、一つの例がありますよね。で、今ヨーロッパもあの排外主義がどうしても出てきて、まあ、難民問題でますますこう出てきて、でヨーロッパは経済が縮小しておりますね。日本も縮小してまして、まあ、日本はそれほどじゃないかもしれないけど、まあ、ああいうヘイトスピーチの動きがあったり、でアメリカはどうなんでしょう。アメリカももうそうなんですね。あの、経済は日本やヨーロッパほど縮小してないようですが、やはり縮小しているところは縮小していると。この排外主義がですね、どうなんでしょう。アメリカでこれはやはり増大するのはもう避けられないんでしょうか。何かこうそれは変わるようななんかものは予想なさいませんでしょうか。大変貴重な質問ありがとうございます。まあ、その関係なるかどうかわからないんですけども、ぜひ注目していただきたいのはそのサンダースですね。サンダースの選挙戦だったと思います。1920年代ぐらいにですね、彼みたいな、まあ、彼のような支持基盤を持つ人たちが出てくるとですね、おそらくネイティビズムの方向へ向かったと思うんですね。似たようなところがありますから、格差問題とか、あの労働者だしですね、どうしてもそのいくらやってもですね、生活がうまくいかないと、こういった人たちがまあ集まってきた、特に若者ですよね。当然彼らだってですね、誰か敵がいればですね、それに向かうかもしれなかったわけです。ただ向かわなかった。まあ、それは多分一つはですね、サンダース自身、民主党の方がですね、とりわけヒスパニック票によるところが大きい、ネバダ州とかですね、選挙戦の序盤でもヒスパニック、ラティノ票かなり注目されていた。これで、まあ、こういうのもあって、サンダースはやっぱりヒスパニック、ラティノ票を取ろうとしましたから、ネイティビズムなんて出せるわけないんですよね。2つ目はやっぱりその公民権運動以来ですね、やっぱり変わってきてるんですね。なんかこうサンダースの方を見てるともっと、まあ、期待が持てるというか、ちょっとバイアスかかってるかもしれませんが、ある程度その黒人ですね、特にその、厳しい人たちがいてもですね、ヒスパニック・ラティノの方に怒りが向かわないで、なんとかしてその連合を作っていくということをやっています。で、まあ、代わりにですね、その敵として出てくるのが、ウォールストリートなわけですけども、これ、まあ、こういう形を見てると、そのまあ、どこに適応するかですよね。ウォールストリートに適応するということであれば、まあ、ネイティビズムというふうにはならないんじゃないかなというふうに思います。まあ、また違う形になるかもしれませんが、まあ、トランプとサンダースを比較するというのは、まあ、そういう意味では、ご関心にそうかもしれません。はい、いかがでしょうか。大体時間が来たんですけども、ちょっと最後2つだけ確認ですけども、今日ずっとヒスパニック・ラティーノという言葉を使われましたけども、このヒスパニック・ラティーノという表現と、それからヒスパニック、それからラティーノ、この3つはどういうふうに違うんですか。はい、決定的な話ですね。まあ、よく言われていますのが、そのヒスパニックというのは割と、まあ、スペイン語
というのを、まあ、スペイン語系、つまりヨーロッパからの、まあ、イメージをこう喚起しやすい単語であると。ラティーノというのは逆にですね、こう人種ですね、ラティーノ、ラテン、まあ、特にその中南米から来たということをイメージしやすい。ですから、まあ歴史的に見ますとですね、ヒスパニックというとどうしてもその、彼らをですね、白人として見たいっていう州人たちがあえてヒスパニックって言葉を使いたがる、まあ具体的に言えば共和党なわけですけど、ただしそれがですね、一方的だと、上から目線だということで、自分たちはそうじゃなくてラティーノだと、自分たちの文化っていうのをあるんだっていう、まあ、つまりラテンアメリカに戻っていこうとする、そういう人たちですね、人種をアピールする人たちが割とラティーノを使いたがる、まあ具体的に例を挙げれば民主党寄りの労働組合だとか、あのプエルトリコ系とメキシコ系がこう何とかしてこう団結してやっていこうという時に出てくる言葉として出てきやすい。だからまあニュアンスがかなり違うんですね。ただ私はですね、いずれにしてもですね、これ難しいんですが、もともとは造語ですね。こんな単語もともとはないわけです。ですから本当にですね、この人たちが実際にそれに属すると言われている人たちがそういったアイデンティティを持っているかというと、そこはまた別の話で、まあアメリカに来た人ばっかりの人たちはですね、当然キューバから来た人はキューバ人だと、メキシコから来ればメキシコ人だと、あるいはプエルトリコから来ればプエルトリコ人だと、また別のアイデンティティを持ってますから、本当にこのヒスパニック・ラティーノというアイデンティティが中核にあるのかというのはまた別違うと思います。だからまあ政治的な利害がここにも働いているということですね。どう自分たちを呼ぶのか、あるいは位置づけるのか、これがまあ必ずしもですね、価値中立的な、まあ、言葉ではないということは、まあ、考えてもいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、では最後に一番究極の今後の将来の質問ですけども、ヒスパニックの大統領というのはいつ頃実現するんですか？そうですね、2020年とかバカなこと言ってるとますます叩かれますけどね。ですけど、まあまあ、それほど遠くはないかなというふうに私は思っていますが、もしかしたら50年先かもしれませんし、何とも言えないですね。まあ、共和党でルビオ出てきたらちょっと近いかなと思ったんですけど、民主党の方でもですね、私が注目しているのは副大統領候補誰を選ぶかということですね。やっぱりヒラリー、まあ、そもそもですね、大統領が副大統領候補を選ぶときは自分に持っていないものを持っている人、つまりキャラクターですね、自分の弱みをうまく消してくれて、あるいは自分が持っていない強みを出してくれる人。そうすると、まあ、ちょっとこれ偏見が入ってくるかもしれませんけど、まあ、自分が女性であるというのであれば、まあ、副大統領を男性選ぶかなと、あるいはですね、ヒスパニック・ラティーノ票を取りに行くとなれば、当然そうした人たちを選ぶかもしれない。で、今巷で言われているのはフリアン・カストロっていう人ですかね、まあ、オバマ内閣の中にも入っている人いますし、労働長官でもですね、トム・ペレスですかね、こういった人たち、名前が挙がっています。ですから、まあ、どういうふうにこう選ばれるか分かりませんが、当然ヒラリーちょっと年齢が上ですから、彼女が再選目指すかどうかも含めてですね、副大統領候補を誰に選ぶかというのは注目してもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では今日はいろんな質問に答えていただきまして、4年ぶりにアメリカから日本に戻ってきてですね、まあ、少なくとも日本の記者が何を知りたかったかということは十分分かっていただけたかと、未来のことを知りたかっているということでしたが、それではこれで会見終わりますが、最後にですね、これを紹介しましょうか。恒例 の, ゲストブックのサインですけども、やはりスペイン語ですね、シーセプエデで、これはどういう意味かをちょっと最後に、 なぜこういうことを書いたかを。これはまあ一番割とよく知られているのは Yes we can ですね、あれのなせばなるみたいな、あのキャンペーンの時のスペイン語訳なんですけども、もともとはスペイン、そのヒスパニック・ラティーノの中でこううまく自分たちの生活改善しようという、まあ、人たちがですね、自分たちの中で使っていた単語、
それがですね、うまくそのオバマのイエス・ウィー・キャンと重なってですね、システムプレイで出てきたんですけども、まあこれから私日本に戻ってきて、これから一生懸命働かなければいけないわけですから、自分に対する励ましという意味を込めて、システムプレイでとイエス・ウィー・キャンでやっていこうかなというふうに思います。今回ありがとうございました。はい、じゃあどうもありがとうございました。ではこれで終わります。どうも。